皆さんこんにちは。今日はベストコスメのリップ編を発表していきたいと思います。それではスタート。はい、今回はねリップ編を紹介します。で、今年はリップをたくさん買ったので、色というかシリーズで発表していこうかなと思います。結構同じシリーズで何色も買ったっていうのもあるので、そのシリーズ自体の順位をつけました。もう毎回のように本当に悩みました。本当難しいですね、こういう順位をつけるっていうのは。で、今日のメイクは前回の動画のメイクになるので、気になる方はそちらを見てみてください。はい、それでは早速発表していきたいと思います。第5位はこちら、マックのリップスティックのフォト。私あんまりねブラウンリップって持ってなくて、今年たくさん買ったんですけど、理想の色に巡り合えたリップです。はい、こんな感じで結構ね濃いめのブラウンリップになります。赤みも少ないのでかっこいい系のメイク向けですね。こういう色が欲しかったから変えてよかったなと思います。唇にものせていきます。はい、塗ってみるとこんな感じです。ほんと発色が良くてかっこいい色ですよね。メイクの雰囲気とかがすごい変わると思います。これはマットでもなくて、まあ、ちょっと潤いはあるけどツヤが出るようなリップでもないかなっていう感じです。だから乾燥はしないかなと思います。こういうリップ好きな方はすごいおすすめです。はい、第4位はこちら、シャネルのルージュココリップフラッシュの416番ティージングピンク。こちらはチークにも使えるリップになります。この色がもう本当に可愛くて、 CM でやってたのをね一目惚れして買ってきました。私全然シャネルって買わないんだけど、本当にこれ可愛いんですよ。手に出してみると、はい、こんな感じで明るめのピンクかなと思います。ちょっと蛍光色っぽい感じもあるのかな。で、これはチークにも使えるからちょっとサラッとしていて結構落ちにくいんですよね。ティントタイプではないんですけど、ご飯とか食べても落ちにくくて、メイク直しがしにくい場所とかにも使いやすいですね。これ1本でメイク直しもしやすいので普段使いもするんですけど、結婚式のメイクとかにも使えました。ほんと気にせず食べてられるし、可愛く仕上がるし顔色も良くなるので、ほんと使いやすいなと思います。他にも何色かあったんですけど、私はこれだけ持ってます。はい、塗ってみました。すごい可愛いですよね。しっかりしたピンクなんだけど派手すぎないので、いろんな場面で使えるかなと思います。サラッとはしてるんですけど、一応リキッドなので乾燥しすぎるってこともないかなと思います。で、意外と3900円なので安くてコスパもいいですね。すごいおすすめ。はい、第3位はこちらです。またマックなんですけど、このシリーズです。マックのパウダーキスリップスティック。これ私は3本買いました。マットなんだけどサラサラの感じで乾燥しにくいリップになります。これがほんと使いやすいんですよね。で、こちらがマイトゥイーディーで、こちらがインパルシブで、最後こちらがマルイットオーバーです。はい、手に出してみました。まあ、結構似たようなトーンなんですけど、唇にのせるとね結構違います。この3つは動画に出してるので、詳しく知りたい方はそちらを見ていただいた方が早いかなと思います。マット系なんですけどサラサラなので本当に使いやすいですよね。まあ、これ以外にも濃い系もあるので自分の好きな色を見つけやすいかなと思います。私は結構ヌーディー系が好きなのでこの3色になりました。じゃあ今日はねマイトゥイーディーをつけてみたいと思います。はい、塗ってみました。もう本当に塗りやすい、サラッサラだからすごい滑りがいいんですよね。もうずっと塗ってたくなっちゃう。で、このマイトゥイーディーっていうのは結構ヌーディー系のカラーなので、今日のメイクよりはもうちょっとね濃いメイクとかの方が合うかなと思います。でもね、ほんと可愛い、こういうヌーディー系の色すごい好き。リップクリームつけてないんですけど、突っ張る感じもね全くないです。はい、次第2位なんですけど、第2位と第1位は予想がつくかなと思います。はい、こちらです。エクセルのグレイズバームリップ、どうですか、予想つきました。もうこれが本当に最近気に入っていて、どれかね毎日のようにつけてますね。やっぱね、冬は私は潤いのあるリップとかふるっとしたリップ使いたくなるので、これが本当にドンピシャで好きです。で、これもね詳しく知りたい方はこの動画をやっているのでそちらを見てみてください。もう本当冬にはね激推しのリップです。よく03番と06番がないっていうコメントとかを見るんですけど、意外とそのポップじゃなくて普通のエクセルのコーナーにストックが結構あるんですよ。だからそこから選んだ方がいいかもしれないですね。私も06番を買うときはポップにはなくって、エクセルのコーナーを見たらめちゃめちゃ入ってたからその日に買いました。意外とそこ見たらあるんじゃないかなと思います。はい、全色出してみました。こんな感じです。
こちらが01番のレッドガーネットで、02番のピーチタルト、03番のアプリコットシナモンで、ここがハニーネクター、05番のカシスロゼで、最後がショコラベリー。はい、こんな感じの6色になってます。なんとなくここら辺は似てるかもしれないんですけど、乗せると意外と違ったりするので、どれも本当に可愛いです。で、潤いのあるリップなんですけど、発色がいいので私はすごく気に入ってます。まあね、持ちはあんまり良くないっていうか、まあ食べたり飲んだりとかしたら落ちちゃうんですけど、塗り直したりとかすれば全く問題ないと思います。私は結構塗り直したりとかするので、持ち悪くて嫌だなって思ったことはないですね。すぐリップはね、塗りたくっちゃうんですよ乾燥とかねしちゃうので、いっぱい塗りたくなっちゃいますね。じゃあ今日は最近気に入っている04番のハニーネクターをつけていきます。はい、こんな感じです。この色めっちゃ可愛くないですか？あの、結構ねオレンジっぽいかなって思ったんですけど、乗せるとオレンジすぎない感じで使いやすいんですよね。ほんと可愛くてめっちゃ気に入ってるので、最近結構使ってますね。ほんと可愛い。まあ、プチプラで1600円っていうのもね嬉しいですよね。はい、そして第1位はこちらです。メイベリンのカラーセンセーショナルのインティーマットシリーズ。はい、こちらでした。これは本当におすすめだし、結構人気があったシリーズかなと思います。特に MNU11番のトースティッドブラウンは結構流行りましたよね、秋ぐらいに。あの、これ6月に出てるんですよ。なので結構遅れて流行ったかなって感じですね。で、これもマットシリーズなんですけど、塗り心地が良くて乾燥しにくいリップです。私結構メイベリンのリップがすごい好きで、あの、特にカラーセンセーショナルが好きなんですけど、よく使ってるスウェードベージュ、あれもカラーセンセーショナルなんですよ。あれも本当好きで、もうリピートは決定してるんですけど、今年買ったわけではないので今回はランキングに入れませんでした。もうほとんどね殿堂入りコスメみたいな感じですね。もうほんとあれはどのメイクにも使いやすいし、何でも合うリップだと思います。はい、手に出してみました。こちらが09番のチリヌードで、10番のジャストアティーザー。これオープニングでつけてたリップになります。前回の動画のリップですね。で、こちらが11番のトースティッドブラウンで、最後14番のアーモンドピンクです。もうね、とにかく発色がいいんですよね。プチプラでこれだけ発色してくれると本当にありがたいですね。で、このシリーズはヌーディー系のトーンのリップになります。なのでこの赤も真っ赤っていう感じではないですね。しっかりメイクしたい時とかにもおすすめです。このエクセルとはちょっとやっぱ違う発色かなと思います。カラーセンセーショナルが本当大好きすぎて、流行ってくれてすごい嬉しかった。いや、本当どこから目線なんだって感じなんですけど、本当おすすめです。特に海外メイクとか好きな方は、あの、こういう発色がいいマット系のリップはいいんじゃないかなって思いますね。じゃあ今日は人気だった11番を塗っていきます。はい、塗ってみました。やっぱ可愛いですね、この色。なんかすごい絶妙な色なんですよね。なんかブラウンすぎず、黄色すぎず、赤みすぎず、みたいな。もうなんて言っていいかわかんない色で、すごいちょうどいい色なんですよね。で、これはね、マットリップよりは乾燥しにくいことはしにくいんですけど、一日中これだけで過ごすと乾燥しちゃうかもしれないですね。私は大体薄くリップクリーム使ってから塗るので、そんなに乾燥してるなっていう感じはしないんですけど、これだけだったらね、夕方とかしちゃうかもしれないです。でも本当、使いやすい色なので、どれかぜひ使ってみてほしいなって思うし、買ってよかったなって思います。はい、ということでリップ編はこんな感じでした。もう1位と2位はなんか予想ついたかなっていう感じなんですけど、本当にどれも気に入っていて全部激推しです。気になるものがあったらぜひ使ってみてください。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。